5月29日火曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩事のオッケーアップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩事ですおはようございますアシスタントの日本放送アナウンサー新葉一華ですこの後8時まで生放送飯田浩事のオッケー工事アップ きょうはあそこそこ明るいかなというね、はい、有楽町です、もうすっかり日は昇って、うん、え現在の気温21.5度、きょうもあったかいですね、今日うも26度くらいまで東京の都心は上がる予定ではあるんですけれども、うん、ちょっと曇り空が続きそうで<え>日差し出るんですけど、時々出る程度。 そうですになりそうですね。雨は降らないよね。雨は北部がお昼過ぎにわか雨あるかなというふうにまあ予報が出ている状態ですね。なんといってもほら明日以降ずっと傘マークがついてるから。うん、明日から金曜日ぐらいまでですよね。そうなんですよね。うん、だもう昨日さ、はい、家帰ってから。 洗濯物を回してでとりあえず干しとかないとと思ってね,ね今日のだから、まあ、日差しまでいかないけれどもこれをなんとか使ってそうです、ね、洗濯物のカゴを空にしとかないと、うん、明日からたまるわねしばらくちょっと我慢のお天気、続きそうです。さあ,あ昨日はですね、えー、番組が終わった後にですね東京駅に遺産で行ってまいりまして<お>え えー、東京駅の銀の鈴50年という,うこの50年のですね、えー、記念の式典が行われましてそれを取材に行ってきたんです、はい、でメールもいただいてます本郷の解説者さん70歳の方ありがとうございます、えー、銀の鈴50年だそうで記念式典があり歴代の鈴が展示されているようですね。そそうなんんでですすよその除幕式に僕行ってきたんですよ 私が二十歳の時早いもんですねところで今のが4代目初代から3代目は復元して展示されるそうなんですが廃棄処分されてたんでしょうか詳しく調べてくださいよろしくお願いしますと。 いやー素晴らしい質問ですね。<laughs> いい質問をいただきました。うしそうです。伊田さんが。まさにそれをですね。<laughs> えー、あの個別取材でいろいろ聞いてきましてそうなんですね。えー、あのー、ちなみにですね、初代があって二、えー、代目三代目で今四代目が展示されてるんですが、二、はあうん、代目は地下倉庫に転がっていたそうです。へ三<ー>代目はできですね。駅長室の横の通路に展示をされていたそうです。そんなところに。はい、えー、じゃあ初代はどこ行ったかというと。 これはもうあの壊れてしまってえ廃棄処分をしたんでなくなってしまったということなんです。これあの銀の鈴ってあの代替わりしてるのもそんなに覚えていらっしゃる方いないかもしれないんですけど実は今回四代目ですね。あの一番最初に作られたのが昭和四十三年、千九百六十八年。この年はですね新幹線が 開業してから4年目を迎えるというところで結構、利用客が増えて混雑したと<ー>で待ち合わせに困る人が目立つようになったそうなんです東京駅って通路いっぱいあるんだけど当時目印になるものが何にもなくて、て、うん、かつ当時は別にスマホもなければですよ携帯もないという時代で、はい、あの伝言板っていうのがあってあ,ありましたね昔。 伝言版まだ知ってる。まだ知ってますよ。だから入念に打ち合わせをして、どこどこ改札でね、なんて言っても。結局出会えなくて、うん、あの何時まで待ちましたけど、会えなかったんで、帰りますみたいなね。ね、書いているのを見たことあります。そうそうそう。で、まあ、そうやって、困る人も結構増えたんで。えー、当時のですね、乗客女役の方が。 まあ巨大な銀色の神社の鈴をつり下げたらどうかと<ー>そうしたらみんなここを目標にして集まるんじゃないかとなるほどで最初は駅員さんが手作りで作ったんですって<ー>、えー、竹と和紙と銀紙を使ってなんかね UFO の下半分みたいな形だったんですよ当時はあほほだ,だから無数の鈴がこういっぱいついてて。<laughs> っていうシャンデリアみたいな形になって一つの大きな鈴じゃなかったんでいっぱい鈴がついてたんですねしかもそれが改札の外にあったらしいんですけど、うん、でこれがあのそのうちに改札の中に入りでさらに長野新幹線ができるということで地下に行きだから昔は待ち合わせスポットだから広いところに鈴がボンとあったんですけど<ー>今は通路に鈴があるというね 待ち合わせの形も変わったなというところです本当ですよね、えー、いや本当に本郷の解説者さんありがとうございます素晴らしい相撲をいただきました <laughs> えで、えー、待ち合わせといえばですねまあ待ち合わせの形もこういろいろ変わってるという中でえ<っ>、えー、じゃ空港でどこで待ち合わせかというとですね、うんえー、羽田空港の真ん中にマーケットプレイスというのがありますね第一ターミナルのところにあるんですが、はい、あの後ほどまた詳しくご説明しますけれども実は来週ですねそこから生放送を行うというはいえ、えー え乗り物好きの私にとっては夢のような <laughs> え企画がありますのでえ後ほどまたご紹介します6月5日火曜日来週の火曜日は羽田空港からの公開生放送とえこちらもどうぞお楽しみに最新ニュースピックアップします。読売新新聞聞面の肩のの肩ところまあ他もも経済名には載ってるんですけれども 経済財政諮問会議が昨日開かれましてそこで2019年10月に予定する消費税の8%から10%へ引き上げに向けて経済対策をやるんだとでいつやるかというと消費増税の前のタイミングである2019年度の 当初予予算算月にでできる予算ですね。えー、それと2020年度消費税を10月に上げた直後の2020年4月から始まる2020年度の当初予算の案に盛り込むよう関係閣僚に指示をしたと、まあ、消費税を上げるということで景気が落ち込むだろうからそれを緩和するための措置をとると。 これまあ、あのー、そういうもんだなと思って報道されてるんですけど、よく考えるとですよ景気がまあ加速する、景気が良くなるっていうのをアクセルに例えると景気が悪くなるっていう増税はブレーキじゃないですか、ブレーキとアクセル一緒に踏もうとしてるわけですよ。 だったらブレーキもアクセルも踏まずに巡航で行きゃいけいんじゃねえと。でもっと言うと、じゃあアクセルだけ踏んだ方が景気は良くなるんじゃないのっていう話になるんですけれども、どうしてそういう話をしないんだろうということになるんですね。もともと消費税これどうしてあげるのっていうと、えー、まあ財政が危機的状況であるからだ。 というような説明がされますねで、なぜ財政が危機的だと良くないのかというとまあ、国が借金漬けだというようなことを言うわけですがその借金を将来世代に子や孫に付け回すのかというようなことを言うわけですよ要するに今のまあ、国全体政府全体の収支を考えると確かに税収入ってきたお金だけでは賄えないから赤字国債という,う借金をしている状態だ でその借金を将来世代がこの国債が例えば10年とか20年とか期限が来たら、えー、将来の世代が税金を払ってそれで返さなきゃなんないから、えー、それっていうのは将来世代への付け回しだということが大体言われてるんですけれどもこれねあのー、日本経済新聞がここのところ 経済教室という真ん中の方にある紙面で「優しい経済学」という欄があってそこで専修大学の野口朝日さんという教授がずっと解説をしてるんですけどこれあのそういうね赤字は将来の付け回しだっていうのへの反論も海外では経済学者の方がやっていて、えー、アバ・ラーナーという人の論を紹介してるんですけれども国債が仮に海外で。 消化されている場合にはその負担は将来の世代に転嫁されるとただ国内で消化されている場合には転嫁がないというんですねこれどうしてかっていうと国内で、えー、消化されている場合には、えー、今の世代が今の世代のお金持っている人が国債を買いますよとねで a、えー でその国債を買ったことで、えー、国はその得たお金でこういろいろと例えば社会保障に回すとか橋作るとかトンネル作るとかいろいろやりますねとでそれで今の世代は確かに受益しますとで、えー、その後ですね例えば20年30年後にじゃあ国債の償還期限が来ましたよとで、えー、その時に、えー、国債保有者に対してお金をこう返すわけですけれども、あのー 将来の世代はどうなってるかっていうと税金は普通に払ってるわけですよでその税金の中から国債にお金を払うから将来世代がじゃ増税されてるかっていうとある意味20年30年でちょっとずつちょっとずつ返してるのと同じことになってるんだとでだからそんなにいい負担が将来世代に負担が大きくならないとでもっと大きいのが これ増税をするということになると景気が悪くなっちゃってでそれによって例えばあの非正規雇用が増えたりなんかしてで、えー、将来の暮らしが立ち行かなくなるリスクを考えると増税をするよりもこれ、えー、国債で賄った方が国内であれば。 あ将来への負担が少なくなるんじゃないかっていう,うことを指摘してるんです、まああのー。消費税が上がった後の90年代後半から2000年代のあの不景気で、えーまあ、まさに僕なんかの世代なんですがあの就職氷河期とか、えー、失われた世代とか言われたで今もう40代になってます。でその間にじゃ所得も増えなければ 仕事ででスキルも増えなかったんで、えー、そんなに稼ぐことができてないっていう世代のことを考えるとこういう世代を生み出しちゃったっていう社会日本全体の損失を考えると果たして増税をすることだけが将来への負担付け回しの回避になるのかともっと大きな意味で捉えるとそうやってこう。 稼げない世代を生み出してしまったというこの将来へのリスクの付け回しっていう方が大きかったんじゃないかと僕ら世代がこの先40代50代60代になっていった時にじゃあその下の世代が子供を作ろうと思っても稼げないからじゃあ諦めちゃうっていう僕ら世代ですよがいたことを考えると。 それってもっともっと日本の将来に対してのリスクになってしまったんじゃないのかとどっちが将来への負担の付け回しなんだろうっていうのは大きな目で捉えた方がいいんじゃないのかっていう提言をしていますいろんな考えなきゃならないことは多いんですがちょっと禁止眼的にねまるで家計のお財布と同じように国家財政を考えるっていうのが実は危険なんじゃないかっていう警鐘も鳴らしていると僕は思いました。今朝のススポーーーーツアナザーストーリーは 好調のチームをバットで支える北海道日本ハムファイターズ近藤健介選手をご紹介いたしますおとといパ・リーグ首位の西部に3連勝をしましてその差をわずか1ゲームに縮めた2位の日本ハム今日から始まるセ・パ交流戦に向け弾みをつけましたが好調のチームを支えるのがパ・リーグ3位打率3割5分2厘と活躍する今年7年目の 近藤健介選手です。一昨年の西武戦では三番指名打者で先発出場、延長十回に二点タイムリーを放って勝利に貢献しました。今シーズンの目標は首位打者のタイトル獲得ですが、もう一つファンが期待しているのは日本のプロ野球では未だ誰も成し遂げていない夢の打率四割です。 去年も近藤選手は開幕直後からヒットを量産しまして出場50試合目の時点では打率4割7厘というハイアベレージをマークしましたところが太ももの故障と椎間板ヘルニアの手術のためシーズン途中で戦線離脱史上初の4割バッター誕生は幻となりました去年は結局シーズン終盤になってようやく復帰しまして シーズン最後の7試合で17打数8安打という固め打ちを見せた近藤選手最終的に57試合に出場打率は4割一部3輪まあもちろん規定打席には達しなかったわけですが4割に最も近い男と呼ばれておりました さて近藤選手が高い打率を残せるようになったのはおととし味わった挫折が大きなきっかけだったそうです2015年初めて規定打席に達しパ・リーグ3位となる打率3割2分6厘をマークしたんですが2016年翌シーズンは膝の故障に悩まされました規定打席にも達せず打率は2割6分5厘と急降下してしまったんですね この不甲斐ない成績に近藤選手を発奮しました。自らの気持ちを奮い立たせるために、首位打者獲得という目標をあえて周りにも公言したわけなんです。日本ハムでは若手選手に日誌を書かせているそうなんですが、近藤選手は入団した時から目標設定の仕方が具体的で、頭で考えたことを文字にする能力が抜きんでていたそうです。 これは大谷翔平選手も同じだったんだそうですね甘いボールをしっかり捉えるですとかフォアボールの数を増やしてもっと類に出るなどクリアすべき課題も明確になって去年のハイアベレージにつながったんだそうですこれ文字にするってのはオーソドックスなねことでいろんな研修のね手引きの本なんかにもあるよビジネス書にも書いてあることなんですけど重要だ って言いますよねこうなんか自己暗示にかけるとかそういうことも含めてやっぱ文字にするっていうことで頭の中がクリアになるっていうのはあるようなんですよね今シーズン途中欠場もありましたが3割5分台の高い打率をマークしております交流戦中はセ・リーグの本拠地球場では指名打者が使えないというのもあるんですが。 近藤選手は外野の守備について出場する予定なんだそうです今日から始まる交流戦、初戦の相手は巨人、そして行われる球場は東京ドームと、日本放送では今夜、ショーアップナイターで実況生中継、解説は江本武則さん、実況は煙山光則アナウンサーです。 F. M. 九十三、A. M. 一二四二、日本放送、飯田浩司の ok ケー、アップ。最新の芸能ニュースや話題のトレンド情報を紹介していきます。うん、まずはスポーツ日本からこちら。金ンプリ、いきなり五十七万枚超え。 ジャニーズ事務所の男性6人組グループキングプリンスのデビューシングル「シンデレラガール」が6月4日付のオリコンシングルチャートに首位で初登場することが分かりました発売1週目の売り上げ枚数は57万7000枚でデビューシングルの50万枚超えは12年2ヶ月ぶり。 2006年に先輩グループカトゥーンの「リアルフェイスが記録した75万4000枚に次ぐ歴代2位となる快挙となりました略称はキンプリだそうですキンプリはいキングプリンスなのでキンプリというそうですよへーなるほど <laughs> <laughs> 50万枚超えていきなりそんな、ジャニーズファンの皆さんの中ではかなり有名な人たちが集まってたってことなのかなもともと2つのグループがあったそうでそのグループがこう合体してキングアンドプリンスっていうグループになったそうですよその時からずっと応援しているファンの皆さんが続いてはサンケイスポーツからこちら。 エビゾ花火と共演歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが8月11日に東京のお台場海浜公園で開催される東京花火大祭で新作歌舞伎を披露することが分かりました歌舞伎と花火が共演をするのは史上初だそうで、うん、歌舞伎の大名跡市川團十郎発祥の地と言われている山梨県市川三郷町の 花火師も参戦しますおよそ1万2,000発の花火と歌舞伎のコラボレーション東京の新たな夏の風物詩となるでしょうかお成田屋ね今までなかったんですね ぴったりな感じもしますけれどね,ね歌舞伎と花火ってねえなんかお互いにこう江戸の文化っていう感じがありますけど、うんはい、コラボレーションはないんだねどんなものになるんだろうね,ね初ということで、うんうん、注目ですね、うん、以上今日発売のスポーツ新聞雑誌から芸能トレンド情報をご紹介しました え私の方からも気になる記事ご紹介しますが MI6 求人大作戦というね産経新聞の記事があってねすごいよ、秘密情報の収集情報工作を任務とするえイギリス秘密情報部が求人広告のテレビコマーシャルを流すキャンペーンを始めたっていう、えー。<laughs> すごいねテレビコマーシャルで求人するんだスパイをまあ、スパイなのかどうかはあれなんですけど <laughs> えーえー、水槽の中を泳ぐサメに怯える子供を母親が抱きかかえると<っ>えー、そんな映像に合わせて普通の人のように他人を思いやる仕事ですっていうはいね800人の新規を目指すということだそうですは結構取るんですねねえ本当だよね本当<人> もうこれはどうなんだろう、まあさすがに、まあ、あれかな、イギリス人の方中心に取るんだろうけれどもね。 えー、ということで、えー、気になる記事をご紹介しましたが、えー、オープニングでも少し話しました羽田空港からの公開生放送のお知らせです。一、えー、週間後、来週の火曜日、6月5日、えー、初めての公開生放送を行います、はいえー。場所は羽田空港ビッグバード第一旅客ターミナル2階のマーケットプレイス、あの出発会にあたるところですよね。うんうん、すね、えーえー、羽田空港はまあ広いんですけれども、その中でもですね、第一旅客ターン 1> でございます第1。 まああのー、日本航空 JAL を中心に発着している第一ターミナルです、はい、でまあターミナル横にだーっと広いんですけれどもちょうど真ん中のあたりですえー、4番出入り口付近のマーケットプレイスに特設スタジオを設けます、えー、七時代コメンテーターは長谷川幸寛さんニュースもズバズバと切っていただきますまあこれから飛行機で旅立つ方視聴前にちょっと寄ろうかなという方もえー、我々に会いに来てくれくださるだけという方ももちろん大歓迎でございます,、はい、ますあの飛行 時に乗らなくても来られる場所でやりますんで、うんえー、6月5日火曜日朝6時から OK 工事アップ羽田空港からテイクオフ <laughs> 時刻は6時56分お聞きの放送は FM93AM1242 日本放送飯田工事の OK 工事アップ えー、メール、ツイッターも様々いただいておりますけれども、ね、後ほど7時台、えー、米朝首脳会談実現に向けてというところ。 まあシンガポールで6月12日に行われるのかどうなのかそれによって私の出張も決まってくるというところなんですけれども、うんはい、それにですねいち早くツイッターでコメントをくださったのがえ今日のコメンテータージャーナリスト有本香里さんですおはようございますおはようございます <laughs> なんかいいな私も行こうかなみたいなツイートも <laughs>、はい、いやあの <laughs> 本当に行きましょうかねえっえっ もともとそれは考えてたんですけどね取材としてどうしようかなというさっき番組スタッフの方がもともとね飯田さんと向こうにいらっしゃる飯田さんとこっちとで結構長時間掛け合いをしなきゃいけないというのはどうなんだろうというふうに考えてちょっと心配してらっしゃったとだったら私が向こうに行っちゃってたら早いわけみたいな感じいやでもいいんですかそれ。 どうなんでしょうねあ<の>まあ<う>私割と勝手知ったるところなのであそっかそっかねえ前の日の晩はあれですねじゃあ飯田さんと<お> <laughs> 本当ですかなんかね<や>あの 向こうのちょっとしたところで、えー、ちょっととしたところってそ,のそういう意味じゃないですよ、いいっていうか、ね、その効果って意味じゃないですよ、えーえー、もちろん,もちろんちょっとね、でもしろいところで、だってビールでも飲みながら、いいですねいい取材とかもあって、うんね、あのシンガポール、非常にお詳しいそうですね向こうに半分住んでた時期もありますから、お<ー>もうだいぶ変わってしまってますからね。 ただね今回そのやるやらないっていうこともいろいろ言われているけれど、ね、しかし準備は進んでいるということでそうプレスの受付が再開してましたね,ねで、えー、あそこでどうのというねいろいろねもういろいろ情報が出てきているというね、はい、5月29日火曜日時刻は7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司ですおはようございますアシスタントの新業一華です FM93AM1242 日本放送飯田浩次の OK 工事アップ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げていく時間です今日のコメンテータージャーナリストの有本香里さんですよろしくお願いいたしますおはようございますおはようございます有本さんにはエンディングまでお付き合いをいただきますでは最初のニュースはこちらです米朝首脳会談実現へ両国の先遣隊がシンガポール入り 米朝首脳会談の準備のため昨日アメリカ政府の先遣隊を乗せた特別機がシンガポール入りしましたまた金正恩党委員長側近の金チャンソン国務委員会部長が率いる北朝鮮の先遣隊8人も昨日シンガポール入りしたと複数のメディアが伝えておりますシンガポールに入って たこの先剣隊というのは、はい、まあ儀礼の面であるとか、うん、そういった段取りを確認する部隊と。はい、一方今平員安入りしている方が、はい、中身の詰めを行っているということだそうです。あうん、まあやるんでしょうねですからね。まあここまでいろいろね、うん、あの実務的な動きがあるってことはこれやるんだろうなという感じでしょうか。はい、そうですね。あのでまあやるんだろうというふうに言われていたけれども、はい、まあ途中ねトランプさんが、ええ、あもうやめるよと。 一旦席を立つような。ねえ、で、そういうすることによって、向こうをちょっと浮き足出さ、出させましたよね。はい。もう早速、金正恩委員長が。あの、ねえ、南北首脳会談を突然やると。<で>慌ててアップを取ったそうですね。ね<え>、めめでも、あの南北首脳会談のね、あの、はい、最初の時。あの時に、みんな歴史的刑事だと言っていた。日本のメディアは。はい いたど,うしどうしたんでしょうねっていうねう困ったら何度でも会いに来るやんかみたいな話でしょいや確かにそうですね,ね<ー>まあですからそういうことも含めて今回あのちょっとね要するにアメリカ側が、はい、あかなり主導権をもう一度握り直すというような形でね要するにいつもの北朝鮮ペースで会談、はい、って話が出てくると必ずね 北朝鮮がいろいろああだこうだと条件をつけて、うん、え向こうが主導権を握ろうとするんだけれどもそれをやめさせたという意味では、はい、やっぱりこれはトランプ流が功を奏してるといるうう今まででいうと北が席を立とうとして、はい、それじゃメンツが潰れるからって言って周りがこう引き止めるみたいなどうしてもねやっぱり今までだと、えー、まあ日本もそうですけど。はい セッティングしたものが流れるっていうのを非常に嫌がるじゃないですか、えーねまあ、それは当然そうなんですけれども、うんはい、でそういう中で、そこをみんな足元見られてきたんだけれども、はい、今回はそうならなかったという点では、画期的なところだと思いますね、まあ、ああやって席を立とうとして、うん、まあ,ある意味、北のメンツを潰すようなことをすると、うん、北は何もできないんだなっていうのが、ばれちゃいました、ね、バれちゃいましたね、それとやっぱり向こうの指導者は若いんだなということもはっきりしましたしね。はい であのー、これね、もともとシンガポールでやるというのことについても、それからその、まあ、北朝鮮をある意味、言葉悪いけど、おびき出すというシナリオもね、まあ、日本がかなり、えー、積極的にリードしてきたところがありますよね、去年の国連総会でのいきさつからね。はい なんかハモンでやるっていうのはやめた方がいいんじゃないかみたいな話も総理はしたらしいです,、ねです,です。総理がしてで結局シンガポールなんですよね。えー、ですからそういう点でもまあそれはあの私はちょっと別の番組であの今自民党の幹事長代行の萩生田さんも直接、はいうん、結構生々しくあの番組本番でもおっしゃってましたからね。はい、まあシンガポールでやること自体も含めて日本が主導してきたまあ結果であると。うん、で今回まあいろいろありましたけれどもこのシンガポールでの 米朝首脳会談の前に日米の首脳が実際に会って話をすると、はい、いうことも決まりましたよね、えー、であの外務大臣、アメリカの外務大臣、日米の外務大臣もどうやら、えー、とこの前にシンガポールで会っていて、はいうん、あじゃなくてシンガポールに河野さんが行くからそうみたいですあの8日、9日はシンガポールに訪問すると、えー、でこの米朝の首脳会談がセッティングされた折には滞在を延ばすと。 ポンペオさんとみたいですね。ですから、まあ、ます日米はがっちり連携をしてということだし、はい、そもそも最初に、ね、シンガポールでやるよというのをトランプさんがあツイッターで例によって発表した時に、はい、私それにリプライしておいたんですよね、えー、いや日本経由でどうですかと<ー>つまりアメリカのワシントンからだったらば、はい、シンガポールまで直接というのはちょっと距離が長いので。うんうん どっか給油で止まななきゃいけないけ日本経由でいかがですかとリプライしておいたんですけど、まあ、もちろんそれに対して何の反応もありませんがね、えー、いやでもね先遣隊は確かに昨日横田に降りてそうしてるんですよねそれも試してる可能性がありますね「はい、おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします 時刻は7時11分を過ぎたところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さん。取り上げるニュースはこちらです。米朝会談前に日米首脳会談開催へ。米朝首脳会談の開催に向け各国の調整が活発になる中、昨夜午後9時半過ぎからおよそ30分間、安倍総理はトランプ大統領と電話で会談を行いました。 会談後記者団に対し米朝首脳会談の開催前に日米首脳会談を行うことを明らかにしております、えー、さらに総理は拉致問題について、えー、今日お目にかかった拉致被害者の家族から話を伺いその気持ちをトランプ大統領に伝え解決が絶対に必要だということで必要で重要だということを話したと述べております、うん まあ、この拉致問題についてはね、ね、はいえー、日本放送では、えーえー、番組6時からやってますんで、はいろいろご意見もいただきまして、はい、山梨大月の幸ママさん、えー、このタイミングを逃してもらいたくないと、お会談後の米朝の会談後の日本政府の動きが重要だと思いますというふうにもいただいておりますう、はい、そうですねあの、先々週にこちらのスタジオで、ねはい、横田拓也さんと、ねえー、ご一緒しましたし、はいまあ、私たちもそういう思いは同じなんですけれども、えー、で総理ももちろんね、やっぱりこれ、うん これはあのご自身が政治家になられる前から秘書時代からこの問題に関わってこられているので思いは一際だろうというふうふに思いますが。うん あのでちょっと先ほどからもいろいろお話をしているように、このまあ米朝首脳会談へのシナリオ、これ、かなりその日本の安倍総理側が主導してきたという面があるし、シンガポールでの開催ということもそうですね、ねちょっとやっぱり古い話なんですけど、昔ですね、実はこの森喜朗元総理のとまに、安倍総理にとってみれば政治の師匠筋に当たる人ですけれども。 あのやはり拉致問題について、ですね当時はまだ北朝鮮は公式には拉致を認めていなかったけれども、だから小泉訪中,、ねね、中より前ですね、はい、もう20年近く前ですけれども、この時に、えー、そのどこか第三国でですね、はい、え拉致被害者の方々と、うんうん、それからまあこちらからご家族が行って、ですね、えー、会って。はい でそこで偶然、その行方不明だったのが見つかったという体でいいから、返さないかというような話があったってこと、ありましたね、あの辺の歴史ももう今一度私は振り返る必要があるというふうに思ってるんですが、はい、これをその、まあ、森さんがですね当時のイギリスの首相のブレアさんに頼んで、うんうん、でその場所として濃厚だった一つがシンガポールなんですよね。はい、うんなんか あの僕も取材すると、うん、うちやってもいいよみたいなことをね、ねえー、シンガポール政府も前向きだった前向きだった、だからシンガポールかマレーシアかっていう、つまりそのイギリス、<ー>旧イギリス領ですね、はい、でやっぱりその MI6 というあのイギリスの諜報機関ですね、こういうところとも連携しなければ、はいうん、それは実現不可能な話だったわけですね。イギリスはと あ,ありますし、まあ、あの当時は国交をあの結ぶ直前だったんですよね、あで,でもまあ非常にその接触がまあ深いということもあって、ですねで森さんはこれをブレアさんに直接日英首脳会談の席で持ちかけるんですよね、はい、だけどなぜかそれが先に日本のメディアで大騒ぎになっちゃって。はい でこんなねその秘密の作戦を他国の首脳にべらべらしゃべるなんてとんでもないということで森さん、バッシング受けてへーへーむしろメディア報道がこのプラン潰したっていう側面もあるんですけど、うん、あの当時は日本の総理がとんでもないっていう話にされちゃってたんですよ。ですからねそういう経緯も考えるとこれやっぱりね日本側のこれまでの過去のね、うん、まあ取り組みのまずさ、はい、まあこういうことも一方では反省しながらね そして今回のことをやっぱりきちんと成果に結びつける必要があるしだけどやっぱりこれは北側にね要するにその拉致会社を全員返してこいと、はい、一括で返してこいとこの前拓也さんもおっしゃってました、うん、ここを譲るべきじゃないですよね、うん、うんまあこれに関してはね、うん、もう国家の犯罪であるということまで,で、ねうん、まあある意味北は認めてるわけですからねそうですよね、えー、だから何の取引も本来であれば、はいはい もう北は要求するような立場にないわけです,けですね。で、今、その。まあ、今の金正恩委員長ですね。はい、この人は。うん、この拉致という犯罪が行われた時には。あの、実際には、その。 まあ、そ,のそういう、ねあのはい、指導的立場にはないわけで、当然、年齢から言っても。ですから、この人の代できれいに解決するということは可能なはずなんですよね、うん、やっぱりお父さんのときには難しかったでしょうけれども、はい、そういう点で日本側は、もうこの拉致問題をまず最優先という形で、まあ、アメリカのトランプ大統領側と連携してやっていくということで、うん、ま,あまず今、動いているということは、はっきりしてますね。はいうんまあ、トランプさん自身もいいろろな 形で国連での演説などでも触れたりなどしていると一部にはねこの間、3人帰ってきたから、うん、もうこれでトランプさんは拉致とかそういう問題引いちゃうんじゃないかみたいな話もありましたけど決してそうじゃないわけです、ね、アメリカ国民の中にも拉致被害者いますからね、はい、その3人以外に,以外に、ね、この前の人たちというのは、うん、あの北朝鮮当局にとらわれていた期間というのは非常に短いんですけれども、はい、アメリカのこの拉致被害者 まあしかもその人は朝鮮系の人じゃないですからこの前帰ってきた3人はあのコリアンアメリカンですよねですけれどもそうじゃなくてユタ州からあの中国に旅行していて中国領内から北朝鮮に拉致されたという人がいますねでこの人はもうかなり長く向こうにいるということですねでこれようやくあのアメリカ側でもこの人の存在というのが知られてきたし そそれからその、えー、と議会でもですね、はい、このことを問題にし始めたという点で、うん、まあアメリカだって当事者なわけですよ、うん、ですからこれをやっぱりこう知らん顔することはできないというところにくると思いますね。うんうんうん まあ北とアメリカの間というと、うん、もう一つはその核について、はい、まあ即時、うん、そして、えー、不可逆的で検証可能な形で完全に核を破棄しろというのがアメリカの主張で、うんうん、まあ北朝鮮はどちらかというと段階的にやろうとしててますね、それはそうでしょうね、あ、うん、あのまあ、向こうのねその考えはもう十分にそれは読み取れるわけですけれども、えー、あのただ、一つですねやっぱりこう懸念されるところがあるのは この各関連施設と言われるもの、はい、このまず数の多さですよね、それから全貌がなかなか北朝鮮のそのこう国情からつかみづらい、非常に、はい、ですから、その検証可能なという形、不可逆的かつ検証可能なという形をどういうふうに担保するかっていう方法論がまず問われるということと、はい、それからよく言われてきたんですけれども、そのまあ、えー 開発研究者、技術者がかなり数多くいるというふうに言われてますよね、うんはい、で一説では北朝鮮の GDP 全体の中で、うん、この核に関連して、ですよ、はい、まあ,あのその部分まで含めてですけれども関連してのもののその、えー、まあ、大体十数パーセント%。 GDP 全体に占める割合が。という試算もあるぐらいなんですよ、ね、ほう、一大産業みたいになってしまっていると、うん。というふうに言われていますね、ですから、まあ、そういうものを、ね、こう完全に廃棄していくというのには、まあ、それ相当のお長い時間、プロセスが必要なのか、あるいはもっと乱暴な手立てでやってしまうということもあるのかということですね。う そそれとそのビジネスで他の国々に、はい、まあこれは書くだけじゃないんですけれども兵器を売っているでしょ、えー、こういうそのビジネス関係というのが実はかなり進展してきていましたよね、ここ数年特に。はい、ですから、そういうものをこう断ち切ってい、えー、くということがいろんな意味で可能なのか、うん、やっぱりこれは、ねそのまあ、10年前と今を比べると、はい、この北朝鮮に核を廃棄させるという作業そのものが。 より難しくなってしまった、それは核、うん、開発のレベルが上がったということだけじゃなくって、それこそ,その広がりを見せてしまったわけですね、うん、まあそういう点でも非常に難しくなったというふうには言えると思いますが、そこですからトランプ政権側がどういうふうに道筋をつけるかというところだと思いますね。うん えー、そしてもう一つのニュースですけれども、こちら、森友家計問題で野党が海を出し切ってないと総理を追及と、うん、昨日衆議院と参議院の予算委員会で集中審議が総理出席のもと行われました、まあ、総理側は新しい事実がないということで、えー、自身や昭恵夫人の関与を否定したんですけれども、はい、野党側海を出し切ってないと反発を繰り返したと、うんおまあ、答弁などを見てると、こう行ったり来たりというのが1年前と変わらないかなと全く変わらないですね。 昭恵、まあ、夫人の名前が出てきたというところについても、はい、これもこう既機感のあるやり取りですよね、えーで、今回出てきた文章を見ても、はい、要するにその、まあ、優遇措置が受けられるのかどうか、うんまあ、その制度に関する質問ですね、これを昭恵さん側に、えー、籠池夫妻から、はい、あ質問がされたと。それについて、まあ、当時の,その首相あ 夫人好きの職員ですね、はいうん、この人を通じて役所に問い合わせをしたというだけの話で、はい、これは別にその何らか不当な関与をしようというような働きかけではないわけですから、うん、このことに特に問題があると思えないしね、ましてやですよ、昨日のやり取りを見てると、その食事をごちそうになったんですか、ゴルフの費用はどうだったんですかと。あかけさんとののゴゴルルフフに関してはいででその食事やゴルフでね じゃあ国家戦略特区に入れるとか入れないとかっていうことになるわけもないでしょう。うという話ね、うん、あんなばかばかしいものを今この世の中いろいろ大変な時にですね <laughs> やっているという神経がま,あまず私には全然わかりませんけどねあのこの問題ねそろそろもう決着させた方が野党側もいいと思いますね。というのはやっぱりあの玉木さんも、はい、2010年の段階でご自身のツイッターでつぶやかれているんだけれども。うん やっぱりその地域的な偏在あるいはその産業医が足らないということも含めた意味でですけれども獣医師が足らないということをご自身が玉木さんも認知してたんですよね。うん、じゃあどうしてそれが心と変わっですから玉木さんや石破さんやねやっぱり関わった人たちがむしろはっきりさせるべきではと。 七時二十八分になるところです。FM 九十三、AM 一二四二、日本放送、飯田康次の OK コージーアップ。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。この時間は教えてニュースキーワードです。アジア安全保障会議。 中国国防省によりますとアメリカ海軍は27日中国が領有権を主張する南シナ海のパラセル諸島周辺で軍艦2隻を航行させ航行の自由作戦を実施しました6月1日から3日までシンガポールで開かれるアジア安全保障会議でも南シナ海問題は大きな焦点となりそうです えー、これはシャングリラ会合と呼ばれるもので、はいまあ、各国の防衛大臣であるとか、はいまあ、あ日本の場合も、ねえー、小野寺防衛大臣が何度も参加したりしてますけれども国は参加するこのシャングリラ会合というのはあのシンガポールのシャングリラホテルを会場にして行われるからということなんですけどシャングリラホテルというのは えーまあ、こういった国際会議あの首脳級の、ね、国際会議です、ねえー、がよく行われるところなんですけれどもでしかもこれを、ね、要するに主催しているのは、はい、あのイギリスの英国国際戦略研究所というところですよね、はいえー、ですから、まあ、英国主導での,このアジアを中心にした安全保障のまあ会議というようなことですけれども、はい、あのこのところ、ね、ちょっとその安全保障に関して日本側の動きとして、はい 私がその本来もっとニュースでは大きく扱うべきだなというふうに感じたのは、うん、NATO の中に日本が事務所を出すと。はい うんいうニュース、ご存じないですかなんかちらっと見たかなっていう、これはかなり画期的なことですよ ?NATO の中に、うん、NATO って本部がベルギーですよね、ブルースセル発のこれ情報であったと思いますけれども、要するにその、まあ、NATO というのは、ヨーロッパの安全保障の枠組みですよね、はい、でそこにその日本という全く域外のところがですね、まああの 参加していくというか、まあ、その実際の参加国とは、ちょっともちろん扱いは違うんですけれどもね。はい、情報共有をしていくというようなことですよね。うん、連絡要員で、うん、あの防衛省自衛隊から、はい。士官の方が言ってたりする,で、ね、言ってるんですけど、まあ、それをだから、ちょっとこう、あの格上,げ格上げするような形なんでしょうね。うん、で、早速、まあ、その自民党与党内でもですね、まあ、今後の日本のね、あのー、まあ、安全保障。つまり、地球全体を見た形での安全保障の取り組みとして、はい、やっぱり。 の NATO の国々というのはだいたい GDP の2%ぐらいを防衛費みんな持っているわけです、ねえー、で NATO という枠組みはあっても各国、国軍というのは当然持っているわけです、はいうん、ですからやっぱりそのレベルにこうある程度合わせていくというようなところまで、はい、日本側も いろんな形でその防衛力の強化、うん、そして、まあえー、近代化って言葉も変だけれども、も進化させていくという意味ですね、はい、まあそういうような形で、えー、総理がずっと言ってきたその積極的平和主義というものですね、まあ、こういうものも、うん、少し形を変えていくということになるんじゃないか、はい、それからあの数年前からですね、えー、特にそのまあ今、シャングリラ会合とちょっと関連して言うんですけれども、はい イギリスの海軍と日本の海上自衛隊の連携というのはどんどん深まってますよね、うんはい、それからイギリスの諜報機関、あるいはイギリス系の諜、ねえーまあ、報機関を持っている国々と日本側の,その情報共有、こういうことも少しずつ進んでいる、まあ、そういう点で日本も法整備も、ねうんえー、合わせてやっていくという流れを見ていく必要があると思いますね。うんはい 七時四十四分になるところです。FM 九十三、M 一二四二。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。私、日本放送アナウンサー・飯田浩二と、アシスタントの新業一華がお送りしています。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト・有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。この時間は、ここだけニューススクープアップです。それでは、今日最後のニュースをスクープアップ。 豊洲市場の観光拠点をめぐり小池知事が結論を先送り豊洲市場に併設される観光拠点千客万来施設の着工の見通しが立たない問題で施設の事業者万葉クラブは事業の可否を判断する回答期限の昨日5月28日現状では事業,事業実施の可否を判断できないとの回答書を東京都に提出しましたこれを受け昨日東京都の小池知事は 緊急の関係局長会議を開きこれまでの都の説明を事業者にご理解いただけなかったことは残念と述べたものの交渉継続についての結論は先送りにしました豊洲市場会場は今年10月です、まあ、これについてはあーメールもいただいておりまして、はい、群馬・館林の48歳ラジオネームサバカンさん 交渉まだ続けるということなんでしょうか築地も残すということはこれ配信行為といえてこれを理由に撤退を決定してもいいんじゃないかと思うんですが、うん、まあ続けるようですね、果たしてどんな決着になるのか、えー、かつて豊洲へは自転車で行けるあたりに住んでたこともあったのでちょっと気になりますと、はいたただきましたうんそうなんですねあの、うん、豊洲と築地というのはですね東京に詳しい方はご存知だと思いますけど2キロぐらいしか離れていないんですよね。は 豊洲にお引越しをするということだったわけですね。はいうん、でも知事がまあ、それを延期して、はい、さらにその二キロしか離れていないところに。 市場機能を残すだとかですねあるいは食のテーマパークを作るなんていうことを言い出してしまったために、はい、えこの問題ごちゃごちゃになっちゃったんですね、うん、でやっぱりねまず一つこの今のニュースの中で、えー、ちょっと問題にしなければいけないのは、うん、今年の10月に移転をするということで今進んでいます、はい、でこのマイオークラブさんの問題というのが、うん、決着がつかないと、はい、この移転そのものが どうなるのかまた分からなくなってしまうんですよあ<ー>それぐらいこれ実は重要な問題なんですね、えー、あの市場そのもののこれ話じゃないというふうに皆さんご理解されてるかもしれないんですけどそう,す、ね、そうじゃないんですねそうじゃないんですね、うん、そうじゃないんですね、うん、というのはもともとですねこの豊洲市場というのは江東区にあります、はい、築地市場は中央区にありますね、えーはい、で中央区から江東区にお引越しするにあたり、うん、江東区側は市場を受け入れるにあたって、うん 3つの条件を出してるんですよそれは何かっていうとあの、まあ、こういう生鮮食料品市場というのはもちろん皆さんの生活にとって非常に重要なものですね。はい、なんだけれども受け入れ側としてはちょっといろいろ特殊な施設を受け入れることになってしまう。あ<ー>特に豊洲市場って40ヘクタールぐらいあって、はい、東京でいうと銀座の1丁目から7丁目分ぐらいのところが。 昼間ほとんど人があんまりいないっていうことになっちゃうんですよああそうか市場の動いてる時間考えたら当然そうなりますねでしかもそのだいたい明け方ぐらいに集中的にあそこにトラックやなんかが行くわけでしょ、はい、それも大型トラックが大型トラックがで昼ぐらいになると今の築地もそうですけど ほとんんど人がいなくなくるんですよんまあ築地は観光客行ってますけれどもね、はい、ですから、そういう場所であるということは、ちょっとまあ江東区にとっても、はい、おまあ有効活用という点で、若干疑問符がつくので、今の築地のね、さっき私言った、人が集まる、観光客を含めた人が集まる、この機能も一緒に整備してくれますかと、うんこれが条件なんです、はい、その人が集まる機能というのが、この万葉クラブさんが出す、はい。 こういう施設、いい代表されるものなんで。これが一緒に来ないというような、あるいはそのちょっとこれが不くてというような状況だと江東区側も。<laughs> 受け入れの条件につけてたものをそのまま飲めるかって話になるんですよそうか、地元への説明というところで、はい、それをこう、まあ、こういうのも来ますから。来ますからっていうことで、受け入れを決めたわけですね、うん、ですから、そういうことが全部スキーム崩されてしまうということになります。うん、ですから、知事はその関係局長会議を開いて、ですね、はい、その説明が理解していただけなかったことは残念だ。 あるいはその局長さんたちちゃんとやりなさいよではなくて、これは小池知事が移転・延期を決めたわけですから、それに伴う混乱なので、先送りをするのではなく、直ちにですね知事自身がこの業者さんと話を詰めるべきですね、そしてね業者からはもう条件が出されてるんですよ、東京都にお願いしたいと、この事業をですね継続するにあたって、2つのことをお願いしたいという条件が出されています。一つは やっぱりこれ延期になってしまって見通しが立たなくなってしまったために要するに工事をこれからしようということになればですね工事費がもうすでに高騰してしまっているわけですよ、東京オリンピックを控えてますからまあそういう問題について。でですね東京都でえその業者を きちんとそのまあ推薦をしてほしいと、それから東京都側から事情を含んでもらって、はい、その工事業者さんに対してです、ね、やっぱりその工事費を抑えるという方向で話をしてほしいというようなことを含めた条件を業者側から出されているわけですから、うんはい、ここの部分を東京都が誠意を持って答えるかどうかっていうことに、今度はなってきますねうん,なんだかこう見るとね、あの知事、ある意味こう、 ひ一言というか、ボールが業者側にあるような言い方してますけど、これはだめですよ、やっぱりそうではない、えー、そうではないですね、やっぱり知事がこれはもう責任を持って対処すべき問題です、もうそれ以外の何事でもない、うん、でついでに言いますとね、やっぱりこの小池知事が、えー、と2年前にですね、まあ、延期を決めたこの経緯ですね、うん、やっぱりこれは何度もこの番組でも申し上げてきましたように、はい、まあ議会の承認も取っていないですからね。 知事によよるものなんですよ、うん、でこの決断が巻き起こしたいろんなこうした混乱、はい、あるいは不利益ですね要するにその、まあ、数百億に上るうもう、まあ、もう公金がですね、うん、要するに無駄に使われたというふうにも見れるわけですね,ね、はい、でこのことで小池知事に対して住民訴訟も起きてる<ー>でこの訴訟が門前払いにならず裁判になるという局面にもうすでになってきてるんですね、うん ですから、次回かかららに入ってきますですでこれやっぱり、ね、小池さんのこの2年間の特にこの市場問題をめぐる、はい、う都政というものが今後、やっぱり厳しく評価されていくことになると思います、ねはい、シンガポールに行きたいか シンガポールで行われるはずの米朝首脳会談まあトランプさんの発言というかツイート云々でですね実施か中止か私の身柄も含めて揺れ動いておりますもし行われましたら私伊田は現地シンガポールから生放送いたします井田さんの海外出張も大事なんですが大事だよ <laughs> 外交問題には注目ですよねおっしゃる通りでございます、はい、そうですそっちが大切ですということでこの一週間題しまして 天使か悪魔かドナルド・トランプ外交スペシャリストが徹底解説ということでですね、まあ、アメリカ、中国、韓国、北朝鮮、日本もうこの東アジアが揺れ動いております外交問題、大きな節目。えー、ということでこの飯田工事の OK 工事アップでは6月11日から15日の5日間外交問題を徹底分析いたします。 コメンテーターも外交筋肉もりもりのラインナップになっております <laughs> 11日月曜、ジャーナリスト、須田真一郎さん12日火曜日、ジャーナリスト、有本香里さん13日水曜、国際問題アナリスト、藤井元気さん14日木曜、お待たせいたしました自民党参院議員の青山茂春さん15日金曜日は外交評論家、三宅邦彦さんの登場です。 美味しいプレゼントもご用意していますそうです千葉の美味しいメロン毎日プレゼントですそして黒木ひとさんの朝ナビには広末涼子さんが毎日登場しますへ<ー>ねえ豪華ですね六、うん、月十一日からの飯田浩二の OK 工事アップお楽しみにさあリスナーズオピニオンあなたの声を届けますということでメールやツイッターでもたくさんえいただいております まあ、あ小池都知事の、ねはいえー、都政について空間さん、いつまで回答を保留するんだというような確かにこう最近あれですねメディアにもあまりこう出なくなってそうですね、うんまあ、そうかもしれませんね、われわれも、ね、インタビュー申し込みましたけど、ありましたね、えー、昨年私がインタビューっということがちょっといけなかったのかと思って、番組側には申し訳な, <laughs> なかったと思っておりますけれども。 やっぱりこの問題というのは、再三申し上げてますように、はいえー、東京での,その市場のお引っ越しという問題だけではなくて、やっぱり東京オリンピック・うんうん、パラリンピックですね、はい、これには大きく影響しますので、うん、全国の方々も、まあ、この問題については、ですね、うん、今後、より、まあ、小池知事にとっては厳しい局面になっていく、うん、このこと、もう一度注目していただきたいですね。はい お送りしてまいりました。OK コー講師アップ、お別れの時間が近づいてきました。まずはプレゼントご当選の方発表ですね。はい、日本放送オリジナルフェイスタオル5人の方にプレゼントです。文京区藤井桃太郎さん、港区、玉置俊人さん、荒川区、福島雅和さん、埼玉県八潮市。井下栄一さん、藤沢市、宮本節子さんご当選です。おめでとうございます。おめでとうございます。<laughs> 明日のコメンテーターはジャーナリストで、東海大学教授末信義正さんです。まあ、そう。 再選など国内政局についてもねいろいろ聞いていきたいと思いますが、はいえー、今日はジャーナリスト有本香里さんとお送りしました、はいえー、来再来週、有本さん各週ご登場ですので、はい、再来週のご登場なんですが、ええ、まさにその米朝首脳会談,会談当日行われれば。 6月12日のご出演となります、はいまあ、どこから出演されるかはねちょっとままだ分かりませんけどもお楽しみにということなんですがぜひシンガポールでの中継期待してますというラジオネームピョンニャンさんタイガービール飲みながら朝から生放送っいうのもいいのではと <laughs> <ん>結構遊びに行くみたいに思われてる <laughs> これがねタイトタイトなスケジュールで月曜日、この放送が終わった後に飛びまして、はい、であの取材をして。 で13日の放送が終わった直後にはもう帰ってこないってはなるほどいう感じになりますんでね。まあただもう 現地もし開かれるということになったらもう取材する先はいろいろありますもんねありますね日本からも外相が行くなんて話になればそうですねまあそういうところもちょっと取材をした方がいいですしねね、でまあプレスセンターはどれだけ世界中からプレスが集まるのかっていうのもねそうですねまあちょっとありますが後ほどまた相談しましょうよろしくお願いしますこの時間の相手日本総井田浩二と有本香里と新葉一華でしたこの後はあなたとハッピーです